それでは、株式会社アムーブの説明会を始めます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。株式会社アムーブの取締役をしております夏原と申します。本日は見逃し配信の方をご覧の学生の皆様、よろしくお願いいたします。それではね、早速説明の方を始めたいと思います。私たちアムーブはですね、1999年に創業した会社となります。経営理念というものがございます。これはですね、なぜこの会社は、仕事を行うのか、社員一同で同じ志を持って取り組もうというですね、共通の言語でございます。それはですね、アムーブはお客様、地域社会、そして社員の喜びと満足を追求し続けること、それが全てであるという言葉で表しております。お客様や地域社会に貢献していこうというのは、どこの会社様でもですね、同じ志を持って行っていると思うんですが、私たちアムーブはですね、そのお客様や地域社会に貢献していこうという目的のために、まず第一に社員の喜びと満足を追求し続けることということを大事にしております。そしてこの言葉をですね、社員一同で実践していこうと取り組んでおります。じゃあ、なぜですね、社員の喜びと満足を追求し続けることが第一なのかと申しますと、私たちですね、業務内容が2本柱となっておりまして、1つが警備業、警備という仕事、そしてもう1つは人材派遣という仕事を行っております。このどちらもですね、1人の社員が1つのサービスを完結させるという内容になっております。機械を使ってですね、1人の人間が3つも5つも仕事をこなしていくサービス体系ではなくてですね、1人の人間が仕事の質を高めていくことによってサービスの力を高めていくという内容になります。そうなるとですね、私たちはじゃあどうやってサービスの質を高めていこうか。それはもちろん教育だったりですね、指導だったり経験だったりするわけですが、皆さんも思い出していただきたいんですが、自分が一番力を発揮できている時ってどういう時かなと考えていただきますと、それは楽しい時だったりですね、やりがいを感じている時だったりするわけです。これって、すごく、なんていうんですかね、ざっくり言ってしまうと、幸せな時、人間というのはすごい力を発揮することができます。したがって、私たちアムーブという会社はですね、社員さん一人一人の満足度、言ってしまえば幸せ、幸福度を高めることによって、その社員さんがですね、力を大いに発揮できるような状況を作りたい。そしてそれは会社が社員さんに対して行うものであると同時に、社員さんが自らですね、自分の力で自分たちの仕事をですね、楽しんでいけるような状況を作っていかなければいけない。したがって、お客様や地域社会に貢献するということはもちろんなんですけども、私たちはですね、まず働いている我々自身がですね、いかにこう満足できる職場を作るか、そういうことをですね、目指してですね、会社作りをしております。業務内容もですね、そういったところを土台にしてですね、精神的土台にして行っております。今ですね、説明したように、私たちの会社はですね、警備という仕事と人材派遣という仕事をしております。警備の方は約80人程度、人材派遣の方はですね、約200名程度で業務を行っております。人材派遣の方はですね、アムーブの正社員になっていただいた上で、いわきにですね、たくさん会社があるんですが、アムーブで契約しているのは約30社程度なんですが、例えば事務職で働きたいですとか、農作物を作って働きたい、魚関連の仕事をしてみたい、工場で勤務してみたい、あとはですね、夜間勤務をしてみたい、そういった、働く人の、望みをいかにですね、叶えてあげられるか。例えば A 社さんと契約して、A 社さんの職場でそういったですね、働きたい人が望む環境で働いていただくと。で、場合によってはですね、A 社さんがあまり合わなかったといった場合、その場合は B 社さんや C 社さん、といったところのですね、人材派遣の契約をしているですね、これはアムーブの社員という形でなるんですが、新しいところと契約していっていただくという形になります。今回ですね、求人票に出しているのは、ただしですね、この警備業の方が入り口となります。私たち、アムーブはですね、これまでずっと中途採用で、警備員さんという形で採用してですね、そこで、活躍する人は、幹部社員になって、ゆくゆくは、役員になってという形で、昇進していっておりました。
それがですね、会社もだんだん大きくなってきまして、今280人を超えまして、まもなく300人に届くのかなという状況になったときにですね、2年前に新しい採用枠としてですね、若者たちを採用して、そしてその人たちは将来ね、幹部社員になってもらって、会社を引っ張っていくような存在になってもらいたいねと、ということでですね、毎年だいたい2人ぐらい、2名から3名程度、継続的にですね、採用して、あとはですね、成長させていきたいなという目的で、今回ですね、新卒採用という求人を出させていただいております。そしてこの、採用枠ですね、まず入り口が警備業ということになっておりまして、まずは現場でですね、いろんな経験をしていただきたいと思います。現場の警備の現場を体験していただきながら、そこで成長していただいて、ゆくゆくはその警備の方であれば、例えばですね、人とコミュニケーションを取るのが好きな人であれば、営業職に行っていただいたり、またはね、現場が本当に好きですという方に関しては、現場を極める体調業務をやっていただきましたり、あとはですね、現場の管理を行っていただいたり、人の教育や採用といったところをやっていただいたりですね、または、人材派遣の方のですね、取りまとめをやっていただいたり、交渉事をやっていただいたり、イベントの企画やですね、警備の企画、計画ですね、そういったものをやっていただいたり、また、うちの場合はですね、アムーブというのは中小企業になりますので、警備業と人材派遣業と日本柱はやっているんですが、当然ながら、この先10年、20年、同じことばかりやっている必要がないわけですので、3本目の柱としてですね、新しい事業を展開しようということも考えております。その時に、私たちの会社もですね、ずっと中途採用でやってきた関係もありまして、まずまず高齢化も進んでおりまして、今説明させていただいている私も46歳ということで、これでもですね、本部の方では若い方ということで、50代もいれば60代もいるという状況です。私たちおじさんたちがですね、おじさんおばさんたちがですね、いくら考えてもですね、5年後、10年後の未来というものに対して、新しい発想をもとにした事業、またはですね、警備業にしたりも、人材派遣業にしても時代とともに物事は変わりますので、新しい発想がどんどん必要だろうと、その時にですね、中途採用はもちろん必要なんですが、若い人たち、今皆さんが10代だったり20代だったりすると思うんですが、その人たちが5年後、10年後ですね、経験を積みながら新しい発想をもとにですね、仕事をどんどんリニューアルしていっていただきたい、そして新しい事業も始めていただきたいと思ってですね、今回の採用枠として新卒採用枠ということを作らせていただいております。したがって入り口は警備の現場ということになりますが、あとはゆくゆくはですね、本当にどんどん活躍していただいて、どんどん新しいことをやっていただきたいなと思ってまして、私がですね、この仕事を引退するぐらいの時というのは何歳か分かりませんが、あと20年後、30年後にですね、この新卒枠の中から社長さんが生まれればね、新しい社長が生まれれば、それはですね、新卒採用をやった甲斐あったなということになると思います。そのぐらいですね、野心を持っていただいてもいいのかなと思います。もちろんですね、ただただ、仕事をですね、こなすだけであれば、平社員で終わる可能性もあります。それは中小企業としてはですね、一つのリスクでもあるんですが、可能性でもあります。頑張れば頑張った分だけですね、どんどん上に上がっていきます。うちの会社、今部長職だったりですね、役員もそうです。今、常務をやっているものも、私、取締役もそうですが、すべて現場から経験して、頑張り次第でですね、どんどん上がっていくと。そしてですね、いずれですね、社長も出てきてもらいたいなと思っております。では、実際の仕事内容なんですが、まず警備の方なんですが、大きく分けて2つやっております。1つが交通誘導警備業務という内容になります。よくですね、皆さん道路上を歩いたり、車に乗っていたりすると見かけるですね、工事現場で働く警備員さん、またはイベント会場に行った時にですね、見かける警備員さん、これが交通誘導警備業務、または雑踏警備業務という名前、イベント警備ですね、いう名前になります。こちら2号警備業務と呼ばれているものなんですが、こちらをうちの会社はですね、メインとしてやっております。特にですね、イベントの方では、いわきでは2大イベントと言ってもいいと思います。8月に開催されるいわき花火大会ですとか、2月にですね、開催されましたいわきサンシャインマラソン、こちらのですね、2大イベント、ともにアムーブがですね、メインとなって、やらせていただいております。他の都道府県、市町村ですと、こういったですね、本当に大きなイベントに関しては、
大きなね、全国的な大きな会社さん、まあ、セコンドさんだったり、アドファルソックさんだったり、皆さんも名前を存じ上げているようなですね、立派な会社さんがですね、頭になってやるんですが、いわきにおいてではですね、花火大会もサンシャインマラソンも、いわき市の方からですね、アムーブさん、どうぞやってくださいと、お願いしますということで、じゃあ一緒にやりましょうということで、企画をですね、立てる段階から、どういうふうにこの企画を運営しようか、そして警備はどのようにやろうかということをですね、市やですね、警察や消防といったところと連携しながら、警備体制を取ります。この前のサンシャインマラソンでも警備員の数は約250名出ております。アムーブはもちろん80人しか警備おりませんので、いわきおよびですね、いわきの近郊の福島県の至るところからですね、警備会社、結集させてですね、アムーブの、号令のもとにといったらちょっと大げさですが、全体でですね、福島全体のパワーでサンシャインマラソンを終えることができました。今回もですね、一件のトラブルもクレームもなくですね、素晴らしい警備体制だったという評価をいただいております。また、2号のね、交通誘導やイベント警備とは、また違う部門で、1号警備業務と呼ばれるものがございます。これが施設警備と呼ばれるものなんですが、いわきではですね、例えば今やっているのは、まあ、文化センターさんですとか、公安の事務所ですとか、あとは民間企業さんの出入り口管理等ですね、をやらせていただいております。こちら、警備のですね、主軸となってですね、交通誘導と施設警備という2本柱、大きく分けて2本柱で行っております。ちょっと下の画面はですね、まあ、余談の話なんですが、私、警備員さんの応援ソングというテーマソングというものを作らせていただきまして、これはですね、宮城県出身の YouTuber のホーミーズと一緒に作ったものとなります。この QR コードを読んでいただくか、またはですね、ホーミーズの YouTube チャンネル見てもらって、マイヒーローという曲になりますので、ぜひですね、一度ご覧いただければいいかなと思います。警備員っていう仕事がですね、実はかっこいいもんなんだよっていうことを、まあ、表現したいと思ってですね、ホーミーズの2人と一緒に曲作りの段階から撮影までですね、やらせていただきました。警備というとですね、どうしても現場のイメージが強いんですが、これからですね、どこの中小企業もそうです。もちろんアムーブもそうなんですが、新しい発想、または新しい表現の仕方というのがどんどん必要になってきます。で、その時に、やはり、どうしても欲しくなるのが、IT に対して強い、積極的にいけるですね。まあ、もちろん技術があれば、それに越したことはないんですが、そこまでいかなくてもですね、新しいものに貪欲にこう取り組んでいく力というものが必要だと思います。ですから、こういったね、YouTuber と連携したりですね、私 YouTuber 以外でもスポーツ選手とかいろんな人と連携させていただいているんですけども、そういったね、観点からその会社をブランディングしていって働いている人の、ね、満足度を高めていこうということもですね、ぜひ若い世代にはこれから取り組んでいただきたいなと思っております。じゃあ、働く人を大切にしたい、ね、働く人の満足度を上げようということで、会社一丸となってですね、社員、我々自らもですね、そういった志のもとに働いているんですが、じゃあ会社としてはどういう取り組みをしてますかということでですね、一例をご紹介差し上げます。で、まず1番、新入社員だって有給消化率 100% と書かせていただいております。これ去年から取り組んでいるんですが、日本の中小企業というのはなかなか実は有給というのが取りにくい環境にあることが多いです。すべての会社ではもちろんありません。有給が取りやすい会社もあると思いますが、日本というのはですね、昔からなかなか有給くださいって言いづらい。風邪で休むとか結婚式に出ますとか特別な用事が特別な事情があるときは有給取れるけど、なんか遊びに行くのに有給取るのは気まずいみたいなね、そういうところがありまして、まして新人君、会社に入ってまだ6ヶ月しか経ってなくて、6ヶ月だと10日間の有給が生まれるんですけども、じゃあ3連休くださいって言えるかっていうと、まあ多くの中小企業ではなかなか言い出しづらい。まだ勉強中の身なのに休むのみたいなね、感じで思われるのも嫌だなっていうことで取りづらい雰囲気があったりすると思いますが、アムブアではですね、有給に関しては、理由は一切聞きませんし、時期に関しても一切、好きにしてもらって構いませんよということで、新入社員も含めて全部ですね、有給申請してくださいということにしております。で、例えばですね、昨年の4月に入社しました2人の新人君もですね、有給使っておりまして、1人は3連休と土日を合わせて5連休を取りまして、旅行に行ったりしております。
誰もね、有給に関して文句を言ったりすることはありません。うちの会社は。どうぞお取りくださいという形でやっております。ただね、もちろん10人とか20人がですね、同じ日に休みたいですって言った場合は、さすがにちょっとそれ違う日にできませんかみたいなことはあるかもしれません。まあ、今までのところはあまりありません。で2番目、日によっては労働時間を短縮という取り組みも行っております。これはひょっとするといわき市ではアムーブだけかもしれません。これどういうことかといいますと、皆さん学生の頃ってある程度時間拘束されていると思います。大学生の方はね、授業がない時間帯は自由なのかもしれませんが、例えば高校とか専門学校の時のことを思い出していただくと、まあ、1時間目の授業に間に合うように行って、で最後の授業までは拘束されていますよ。それが大人になるとですね、もう少し拘束の度合いが強まります。大体の会社さんは8時間労働というカレンダーを取ることが多いですので、そうなると、まあ、休憩時間の1時間、休憩時間といってもですね、本当に会社にいなければいけないことの方が多いことがありますので、実質9時間ですね、8時にもし出社する会社であれば、夕方の5時まで、17時までは拘束されてしまう。そして、多くの会社さんは月曜日から金曜日まで仕事ですよということになりますので、これから皆さんですね、定年退職するのが65歳なのか70歳なのか分かりませんが、仮にうちの会社は70歳定年なんですけども、70歳までもし働くということになった時に、じゃあこれから人生のほとんど全ての月曜日から金曜日って明るい時間帯は仕事に拘束されるんだなということになってしまいます。これが働くということの現実の一つでもあります。まあ、もちろんね、夏お盆休みですとか、冬の年末年始の休みですとか、ゴールデンウィークとはございます。そして有給もあります。うちの会社の場合は有給取りやすくしてますので、平日休むのも非常に簡単なんですけども、まあ、多くの会社さんではなかなか取りづらいというところもあります。じゃあこの拘束という考え方を、じゃあ今までこれなんでこれ守らなくちゃいけないのかな、誰がそもそもこの考え方を決めたのかなって、いろんな会社さんとかね、例えば役所の方に聞いても、おそらくこの8時間労働って何なのって言われた時に、明確に答えられる人ってあんまりいないと思うんですよ。で、8時間だったらまだいい方でしてね、まあ普通の会社ですと、8時間労働した上で何かその後片付けをしたりですとか、先輩が帰らないからなかなか帰れないな。で、8時から17時が定時なんだけど、17時半にならないと帰れないとか、残業があるから18時だ、19時だ、まあ場合によっては20時だ、ということもよくある話だと思います。これは大きい会社さんに行っても変わらないことです。じゃあ仕事がもし残業になったら後ろに伸びていくのに、もしね今日やるべき仕事をきちんとこなしたにもかかわらず、17時ではなく15時で終わりましたと言った時に、じゃあなんで17時まで拘束される必要あるんだろうかな。それを不思議にね、やっぱりこれをもし変えることができたら、働く人ってよりね、自分の時間を大切にできて満足できるんじゃないのかなと考えました。そこでアムーブはですね、自分の任務をきちんと完了させた場合、100% 必ずではもちろんありませんが、他にやるべきことがある時もありますので、その時はね、残ってやってもらうこともありますが、特にですね、新入社員の皆さんにとっては最初現場を経験していただくということで、現場をこなす日々になると思うんですが、その時ですね、早く終わった場合ってどういうことかというと、まあ最初は工事現場を主流とした交通誘導警備業務から入っていただきますので、現場に関してはおおむねですね、8時間とは決まってなくてですね、実はもう少し早いスケジューリングをしております。6時間だったり7時間で終わるようにしてですね、8時間は絶対超えないようにしよう、要は残業しないようにしようという現場になっております。したがって場合によっては16時に終わりました、15時に終わりました、極端な話12時で終わってしまいましたということもあります。その時にうちの会社の場合はですね、12時に終わったんだ、よかったね、今日はじゃあもう帰っていいよ、お疲れ様でしたね、明日も頑張ってくださいねということで、帰っていいと、労働時間終了ということにしております。これは新人君に関しても変わらずですね、去年の4月に入った2人もですね、普通にお昼で帰る時もたまにあります。もちろんたまにですけどね、17時までびっちり働きましたってことは正直言うとそんなにありません。おおむね、ね、30分ですとか1時間早く終わることの方が多いかなと思います。この1時間とか2時間仮に1時間だったとしても労働日数かける1時間するとですね、なんと240時間を軽く超えるんですね。
240時間って何日ですかっていうと24時間ですから当然10日間なんですよ。この10日間他の会社で働いていたらこの10日間はないわけですね。この10日間を有意義にぜひ使ってもらいたいな、自分を磨く時間にしてもらいたいな、もちろん楽しむ時間にもしてもらいたいですし、会社としては特にこれをやってくださいという指定をするつもりはないんですが、スマホで遊んでいただいても、友達と遊んでいただいても何しても結構なんですが、せっかくね、他の会社さんでは得られなかった時間ですから、まあ、そのうち 10% でも 20% でも構いませんよ。自分を育てるためにね、使ってもらいたいな。例えば、今まで行ったことがないいわきのね、外れのところに行ってみて、新しい景色を見てみる。その程度でも構いません。今まで行ったことがなかったご飯屋さんでご飯を食べてみる。経験を増やすということはとても大切なことです。もっと真面目にやるんであれば、1日ね、10分でも20分でもいいですよ。読書をしていただくとか、なんだったら資格を取ろうとかね。さらにはね、英会話をちょっと YouTube で勉強してみようかな。勉強までいかなくてもいいから YouTube でちょっと英会話を学ぼうかな。そしたら240時間もあるわけですから、240時間が仮に5年とか10年だったら100日とかになるわけですよ。100日間も英語をね、24時間ずっと勉強してたという経験があればですね、おそらく他の会社さんで働いてた時よりも自分磨きということがすごくできるのかな。そしたらですね、アムーブの中で新しい仕事をしようと思った時にですね、どんどんチャレンジできる枠も広がります。皆さんがですね、今度海外旅行に行こうとなった時にですね、見える景色も変わってくると思います。ぜひですね、この労働時間を短縮というアムーブならではの取り組みをですね、大切にしていただきたいなと思ってます。で、他にもちょっといろいろやってるんですが、まあ、その一環としてね、勤務時間に病院に行けるみたいなこともやってて、これ働き出すとですね、なかなか実は病院に行きづらくなります。なんつったって平日の明るい時間帯は仕事ですので、土曜日にやってる病院なんてたかが知れてます。ということはなかなか病院に行けないなっていう人が多いんですが、アムーブの場合は、病院に行く必要がある場合、これは歯医者であっても何でも一緒です。定期検診でも一緒です。勤務時間ですね、行っていただければ、まあ大体病院2時間ぐらいですので、行って診察されて戻ってきて2、3時間だと思いますので、その時間を、普通の会社さんだったら、ね、半日有給扱いにしようとかね、有給を取っていってくださいということになるんですが、アムーブの場合はお給料を減らすことなくですね、その時間病院に行ってきていいですよということをやっております。で、4番目、家族手当、育児手当、介護休暇等ね、まあ、これはですね、まあ、当たり、いろんな会社さんでも取り組んでますが、アムーブではですね、特にこういった手当等に関しては手厚くやっております。で、5番目、健康を内面から、ね、内面から支援する毎日ヨーグルト無料支給ということで、会社の方で実はヨーグルトメーカーを使ってね、ヨーグルトを作ってます。で、それをですね、健康のためにですね、ぜひ食べてくださいということをやってます。で、6番、法定以上の健康診断を提供。健康診断というのは法律によってですね、これをやりましょうと決まってます。しかし、まあ皆さん若いからあまり関係ないと思いがちですが、だんだんこう年を取ってくるとですね、健康診断ではちょっと見切れない部分の健康が心配になってきたりします。我々アムーブはですね、働く人の健康ですね、健康状態が何よりの土台ですので、健康を大切にしたいということもありまして、不安がを感じる部分の健康診断に関してはね、プラスで上乗せしてアムーブの方で出してあげてね、診断してもらってます。まあ、例えばよくやってるのが胃カメラですね。普通の人はです、普通の会社さんは基本バリウムやるかやらないかで大丈夫なんですが、バリウムってそれほど実は効果が高くないと言われてて、胃カメラやった方が絶対いいよって医学界ではよく言われてるんですが、まあそれをね、法廷ではやらなくてよくて、すごく無駄、あれなんですが、お金かかる行為なんですけど、アムーブはですね、希望者全員にやっていただいたりしております。で、7番、お祝い事業には各種ご祝儀ということで、いろんな名目でお祝い事を作ってですね、金一封みたいな形でお祝い事を設定しております。年何回かね、表彰式等を行っております。で、今ですね、去年の4月に入った、新人君たちが今頑張っているんですが、今は本当に現場で頑張っている最中です。アムーブの警備という部門に関しては、1999年立ち上げてから、もう今年の 10月からね、25年目が始まるんですが、やはり、どうせ働くならかっこよく働きたいし、制服で働く以上ですね、かっこいい警備になりたい。まず自分に対して自信を持てないと楽しく働くことなんてできないよねということで、かっこいい警備になろうという取り組みを行っております。で、今年の秋からはですね、いわきでは見たこともないようなかっこいい制服を採用してですね、もう見ただけで、あ、アムーブだ。
アムーブの警備員さんって誘導灯の使い方とかね、旗の使い方、または警流の仕方、すごくかっこいいよね。アムーブってやっぱ特別だよね。警備会社ってたくさんあるみたいだけど、唯一無二のね、存在になっていきたいな。そしてそのね、警備会社の中では一番かっこいいアムーブの中で皆さんが輝いていただいて、ぜひですね、一緒にいい会社を作っていけたらなと思っております。ということでね、いわきの平和は我々が守ると、ちょっと大げさな表現ではありますが、実際私たちの仕事というのは笑顔を守る仕事です。とてもやりがいのあって楽しい仕事ですので、興味あったらですね、ぜひ会社見学に来ていただければなと思います。ありがとうございました。最後に就職活動中の学生の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、就職というのはですね、実に難しいものでして、皆さんにとってはおそらく一生の問題だと思います。就職というのはですね、結婚ととてもよく似ていると私はいつも考えております。相性がいい相手と見つかればですね、幸せになれますし、相性が悪い人とくっついてしまうとですね、実はあまり幸せになれない。就職の場合はですね、離職する、退職して違う会社をまた選ぶということも可能ですので、一生の問題とはいえですね、やり直すチャンスももちろんあるんですが、やはりその最初に出会った相手ですね、会社さんときちんと結ばれるということが一番の幸せなのかもしれません。したがって皆さんですね、ぜひ会社さん、いろんな業界あります。いろんな業界で気になった会社さん見つけたらですね、どんどん会社見学してみてください。会社見学もしなくてですね、こういった今紹介したようなパンフレットやホームページを見るだけで決めてしまうとですね、それはとても恐ろしいことだと思います。結婚でもそうですよね。お見合いと言いまして、1回会っただけでそこで反抗して結婚しますということには、今の時代当然ならないと思います。就職も同じです。いい会社を見つけるためにはですね、実際見てみて、実際に働いている社員さんの表情を見てですね、声を聞いて決めるのが一番だと思います。ぜひいい相手を見つけてですね、いい社会人になっていただきたいな。ぜひいわきに残っていわきを盛り上げる若い力になっていただきたいなと思います。アムーブもですね、皆さんの受け皿となれるように頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。会社見学にですね、友達と一緒に、半分からかい半分でも構いません。どうぞお越しください。どうもありがとうございました。これで株式会社アムーブの説明会を終了します。ありがとうございました。